こんにちは。こんにちは。チムチムチャンネル0円スタジオ企画第2話です。はい。ソファーが、ソファー置いてみました。置いてみました。もうどんなスタジオにしたいかをちょっと考えたいなと。そうですね、考えました。ホワイトボード使って。そうですね、完成予想図ですけど、じゃあ書いてみましょう。はい、書いてみましょう。できました。できました。じゃあちょっと僕からいきます。はい、こんな感じです。まあ、ちょっとテーブル書き忘れたんですけど、テーブルが欲しいなと。で、なんかこう植物、ちょっとまあさすがに借りてる場所なんで、なんとか直接つけたりとかは無理だと思うんですけど、ちょっと何らかの形で木のぬくもり感じたいなと。木のぬくもり感じたいなと。ハウススタジオ的な。あ、そういう感じですね。家っぽい感じ。まあ、できれば魚沼杉とか使いたい。あれ高いんじゃないですか。いや、多分高いです。これがゴールですね。これがゴールです。覚えておいてください。でもこれになるべく近づけるように。僕たちは、はい、なおかつ予算なるべく0円で。0円で0円で絶対無理でしょこれ。無理っすね。じゃあまあまあ、でもじゃあテーブルを作りましょう。はい。なんか当てありますか。いや、ちょっとない。ご自宅なの？はい、そうですね。じゃあ、こういう感じ。で、はい、これ、右側も自宅に。あ、いいよ。使いそうなのが、はい、うん、どうですかね。いや、ありがたいですね。そうですよね。これちょっと、ちょっと、一人でちょっと相談してって。うん、あの、うん、どれがいい、どれだけか、はい、あ、そのままでいいっすよ。いいっすか。はい。Thank you.